新マスクオーディション、はい、ということで何ですか、ボケさん。うん、ボケさんと言ったら、まあ、マスクじゃないですか。まあそうですね、正直それはもう否定できません。ずっと同じこの白マスクじゃない。まあそうだね、確かに、まあ、今回は、まあ僕が、まあ、長年いる僕が、まあ、ボッキーさんに似合うであろうマスクもね、ちょっと選んできたので。なるほど、はい、その中に、まあ、いいのがあれば今後ね、まあ、それを使っていただいて。確かにちょっとイメチェンしたかったかもしれない。あ、マジ？うん、あ、いいね。機能的にもちょっと喋りやすいマスクとかありがたい。そうそうそう、そういうのあったら、もし、僕が見つけてきたんで、レッツマスク。いや、一緒にやってよ。まあ初めはね、まあ、よく見るやつからやっていきましょうか。ポッキーがやってるのはあんまり見たことないかも。うん、これ黒マスク。おお、確かに思ってる。お、なんかで、この黒マスクなんかちょっと紐の部分が赤、紐ね、紐もね、なんかかっこいいやつね。今日はね、いろんなポッキーが楽しめますよということで。おお、でも、はい、これはでもさ、かっこよくなるんじゃない。で、続けてみてよ。マスク、まあ、マスクの上からもいいよ。上から。マスクオンマスク、マスクオンマスクでもいいよ。じゃあマスクオンマスクにしてみる、うん、そんな変わらないやろ。変わるやろ。あ、でもなんかいいね、これ。うん、黒マスク。いいじゃない。どう。いいよ。バッチシ。それでいこうか。これでいくか。まだまだ。いや、もういいよ。満足した。まだまだあるんや。いや、もうこれ以上いらない。いい。まだまだ。全然序盤だからさ。え、すごい嬉しい。いきますよ、次。次。まあ、違った和マスク。そんなあるんだ。あ、でもちょっとなんかこれ、サイズ小さめだね。そう。うん、いいじゃないですか。幼さが出てるわ。あ、幼いんだ。幼さが、うん、太鼓とか叩くロケするときこれつけるわ。おー、いいね。ロケにあったものが出てくる。そう、いいじゃないですか。いい、これ気に入りました。じゃあ次。かわいいキラキラ星のおばさまがつけるそうな。これ大丈夫、おばさまがつけるそうなとか言って。いやいや、大丈夫ですよ。そう、まあ、おばさま以外もつける。うん、つける。おー、どう、キラキラする。変わるね、印象。マスクキラキラする。可愛くなったよ。可愛くなった。うん、あ、でもありかもね。ミフィちゃん。あら、ミフィちゃん。ミフィちゃんだ。こんなんでもさ、うん、通常マスクとあんま変わんなくない？これもう上からやるけど。ああ、ちょっとちっちゃいんだね、でも。ちょっとなんか、ワンポイントあっていいの？でもちょっと、俺がこれつけたら狙いすぎてねえか。大丈夫？狙いすぎてます。狙いすぎてるよね。やめてください。ちょっと可愛いを狙ってるみたいになってる。やめてください、ポキさん。やめてください。やめてください。お前が出してきたよな、これ。一番安全なマスクと言っても過言ではない。一番安全なマスク。うん、はい、うん。これですね。何ですか、これは。これはね、あの粉塵とかで、うん、守ってくれるんですよ。粉を吸わないっていうマスクなんですよ。ガチのやつ。ガチのやつ。あの、業務用です。業務用。どんな過酷な状況で撮影する予定なん？あの、火山の中とかの場合はあるじゃないですか、やっぱ。かっこいい、サイバーパンクやん。サイバーパンクの世界にいるよ、こういう人、ね、ブレードランナーとか見てたらさ、いるよね、こういう人。受けてないねん。一番良くないって。なんて？受けてない、誰も受けてない。うん、何も聞こえん。誰も笑ってなかった、今。怖かった。なんかすごいビリビリ声なってない？今、変わってる。花粉とかの時に、うん、外で使うことにするわけ。うん、うん、いいね。うん、いいでしょ。でもね、声大切だから向かない、撮影には向かないか。うん、いいと思ったんだけどな。いろんな環境に耐えれる撮影のね、マスクをつけてこないといけないじゃん。うん、うん、そうね。うん、なんかビリビリなってる、これ。本当にそれすごいよ、これ。 SF の世界のマスクちゃん、それもしかして別のやつ買ってきた、俺。すごい。はい、じゃあ次行きましょうか。どんだけ引き伸ばしても受けてない。それが一番嫌だ、俺は。受けてないで、次行きましょう。はい、もうじゃあもう本気のやつ行くわ。はい、これ。ドンキの安いやつ。なんだこれ。いや、もうこれ、こっちはサングラスだしな。はい、ということで。いや、すんげえ鼻声だけど、これ動画の時用に考えた、ちゃんと。考えてる、考えてる。考えられてると思わないんだけど。こうやって鼻が2個出てくる。鼻2個おかしいでしょ。サングラス2人っていうのがよくないわ。よくないか。キャラかぶりしとんだよ、普通に。どうすか。よくないでしょ。よくないか。じゃあ、曲がった、曲がった。最悪によくないです、これ。普通になんかな。一回どうすな。うん、だから本当に、こんなあるんだ。UV カットいるやろ、これ。絶対にいらないろ、この UV。UV400。
誰がこれつけて UV カットすんの。買いに来ました。お祭りのお面かわいいですねこれ。マスク違うってこれ。かわいいだこれね。マスク違いだってこれ。かわいいこれ。どうぞ。マスク違いだってこれ。ああ。いいね。いい本当に。いいね。声聞こえづらくない？いや全然聞こえてない。全然聞こえる。え、いいじゃん。それでもう やれば。ほんと大丈夫？うん。訴えられないよね。絶対ダメやろ。ここしか見えん。この中のここしか。確かに。うん。ちゃんと目合わせても。ちょっとダメ。撮影に支障出るか。出る出る出る。出るか。次をめっちゃ見えるやつにするわ、じゃあ。逆に、ね。見えるやつするわ。まあ、それは頼む。機械確保は頼むわ。ね、これね。すごい見えるこれ。見えるから。すごい見えるからこれ。見えると引き換えにすごいところ隠しちゃってるじゃん。いいよこれ。どう？友達隣でこうだったらどう？いやこんなついたら嫌やな。でも視界は確保されてるわこれ、うん。確かに。いいでしょ？でもなんか息苦しい。すごい息苦しい。息苦しいの？うん。あ息苦しい。これ外したらいいんだよ。あ。外せば。じゃあ外しても関係ないよ、俺。何それってか。いや、すげえ。やっぱこの時期危ないんで、やっぱ。うん。ちょっとね、ベストマスクということで。いや、もう怖いって。子供の頃めちゃめちゃ怖かったやつだって、これ。たまにあるけどね。やっぱ危ないから。守ってくれるから、金よ、やっぱ。見えるけど。ああ、いいね。こうやってくれるんですね。かっこいいわ。一回挨拶撮ってみる、これで、ね、一応撮るか念のため前の皆さん、ポッキーとライトです。ダメだよ、ね、いいねダメダメ今一番あったかもしれない。終わってる一番挨拶であったかもしれない。終わってるってここまでやってきてこんな YouTuber いないってベストマスク太郎ほんとこれベストマスク太郎はやばいだろ安直すぎるだろ、ネーミングセンス軽さ大切よ軽いね、行こう撮影の時にしか使わないんだよ軽いね、行こうかがるみとかね、マスカのねプロレスラーマスクということで軽いということでねぶわっ、わい軽いからね、これだいぶこれ、やばいどういや、いいよいいいいよいい本当にいい なんでここ口尖ってんのいや、知らんけど俺は別にええけど痛いまず、網だからもうね青いんよ、視界が、うんいいね、これ良くないでも青いから、あとやっぱいい景色に見えるんじゃない風通しが悪すぎて、絶対暑いこれだからさもう本気で選んでるいや、選んでるよマジで選んでるよこれはないわ、さすがにかぶれるもんだと思ってたんですけどちょっと違った感じのやつなんですけど何違ったっていやゾンビマスクということで特殊メイクのどうやって特殊メイクはゾンビのマスクなんですけど怖っ水のり方から貼り付けるやつらしくてはは鼻上がってんね鼻が出てます鼻出てるこれ怒られるやつよ、鼻マスク怒られるやつよ、これいやどういいよくないだろ、絶対いい、やっぱゾンビがね、うん、やってるっていうゾンビがやってたらおかしいだろなんでゾンビがマスクしてんだよお前もう遅いだろで、なんでポキさんさっきは腕組みなのいや、だから怒ってんのよ普通に、こんなふざけたもん出されてさ怒るだろ、普通に怒ってんの怒ってるよ、誰がこのマスク喜ぶん、逆にありがとうって何台だろこれおじさんの口マスクあるやんそれと合わせたらやっぱ良くなるんじゃないおい痛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 い息できんって死ぬってこれちょっと待ってすいませんこれ息できなくて死ぬけどこれ痛い痛い行け頑張れ頑張れ痛い痛い息できないってしばらくこのシリコンみたいなやつダブルは息できんのよ本当に笑ってマジでマジで笑ってるよえ笑顔だずっと笑顔だもん息できいやマスクつけてずっと笑顔になったよかった息できんのよ本当にこれやばいっすよいやいいねやっぱラストいいものをね、うん、用意しましたこちら
マスクです。一回つけてもらって。何つけてもらって。何これ、え、何これ。こうなんですけど、いや、なんもないです、なんもないです。とりあえずつけてもらって。電気ビリビリとかやめても。全然なんも害ないです、お前に。ポケザに害ないです。耳痛っ。流せます？はい、流す。なになになに、ほら、見て。怖い。なに、怖い。ほら、なに、なに、見えない。なに、書いてるよ。なに、なんて書いてあるの。ちょっと、文字見えない。これは、文字が流れるってこと。やっぱ誰が分かんないからね、マスクしてたら。人工紹介できるっていうマスク。俺なんかアプリと連携してるんだけど。そう、こんなマスクあんの。そう、で、これでなんか文字打ったら試験ができんのよ。どう、チャールズとかの、俺チアーズです、乾杯ですね。チアーズ、チャールズではないです。誰、チアーズか、チャールズか。チャールズなわけないだろ。可愛いこと言ってるわ。ほら、アンパンって言ってる。受けてないの。あれ、アンパンって何。アンパン可愛い言葉や。あれ、俺が滑った。これ何を狙ってたの今。自分でも打てんのか、これ。打てるよ。すげえ、浮き場になってる。本当に下から出てきてる。アンパンが、アンパンが積もってってるよ。点滅とかは。おー、逆転。お、すげえ逆転してる。これ何がしたいんこれ。え、この商品何がしたいのこれ。新しいやつよ。すごいから言うの迷ったけど。いや、すげえとか言ってたよ。いや、マジで。マジで10分が限界、これ。つけ心地が最悪すぎて。ウグさん、なんかじゃあ、ないっすか。いいのなかったっすか。いいの、いいの、これかな。え、あ、これ結構気に入ってた。これだわ、つけるわ、もう一回。いいね。じゃあそれ、お母さんにさ、ビデオ通話してさ、聞いてみたら、これ、俺今後これで行くんだけど。お母さん、俺の家に強盗が入って、強盗が電話かけてくると思っちゃうって、こんな。出てくれるかな、お母さん。あ、お母さん、ちょっと今動画撮っててさ、いい、ちょっと今一瞬。俺ちょっとね、あの、普段のマスクに飽きてさ、なんか今後はちょっとこんな形で活動していこうかなって思って、これでいこうかなって思って。うん、マジ。どうおかしい。おかしい。お母さんがやめたほうがいい。やめとこ。はい、わかった、やめとこ。ありがとう、ごめんね。はい、はい。ポッキーのお母さんからマジとか言葉出てくるんだ。普通に戻します。お母さんに言われたんでマジって。お母さんの顔も映ってたんですけど、うん、めちゃめちゃ悲しそうな顔してました。じゃあまた次回か。いや、今回は第一弾。もういい。もう分かったから、お前のやりたいこと、お前のやりたいことは全部分かったから、もういい。白マスクできます、今後も。まあ、どんなマスクが良かったか、はい、うん、ちょっとね、コメント欄に書いていただいて。みんなに選ばれたマスク次できるとかいいんじゃない。次つける、うん、まあまあまあいいけど、まあ検討して。白マスクも入れといてくださいね。そうですね。では、レンでした。はい、ポッキーでした。バイバイ。バイバイ。また次回お会いしましょう。はい。あ、するんだ。